皆さんこんばんは、お疲れ様です。本当に今福島で起こっていること、日本で起こっていること、ひどいことばかりですね。今の汚染水のダダ漏れ状況の中、東京電力はなんと3200億円を費やして柏崎刈羽の再稼働の準備を進めているわけです。皆さんどうでしょう。とんでもない。この3200億円、よくよく考えてみれば、私たちが払った税金、そして電気料金なんですよ。で、一方で汚染水処理はどうなっているんでしょうか。先ほどゼネコンゼネコンっていう話がありました。原発を作って儲け、事故が起これば儲け、除染で儲け、計測器で儲け、そして今この汚染水処理がですね、非常に不透明な中でですね、ゼネコンたちのビジネスの罵倒化していること、本当にひどいと思います。国は、国会議員は、政府の各機関は、東電は、電力会社は、メーカーは、あらゆる手を尽くしてですね、この汚染水問題全てを投入して取り組むべきだと思っています。で、あの本論って言いますかね、今日はですね、私たちはここで8時半からここで抗議の声を上げていました。今日子ども被災者支援法基本方針というものが閣議決定されました。子ども被災者支援法、昨年の6月21日に策定されたんですね。被災者の皆さん、そして支援している私たちにとっては、なかなか進まない被爆の問題、避難の問題、自主的避難の権利の問題、避難者すべての被災者すべての人たちの権利確立の問題、本当に唯一の希望の光だったんです。多くの人たちがこの子ども被災者支援法の法の制定に関わり、実施してくれという声を上げてきました。国会は全会派、全国会議員の賛成のもとに成立した日本の憲政史上初めてのことだったそうなんです。皆さん、これは大きいことなんです。国会議員と市民と被災者の皆さんと一緒になって作り上げた法律、ところがその後1年2ヶ月も塩漬けにされました。なぜでしょう。政府が動かなかったんですね。なぜかこの福島の問題、被災の問題、被爆の問題、普通に取り組むのであってもですね、それを阻む大きな壁があるんです。法律ができたのに実施されない、1年2ヶ月続きました。たまりかねた被災者の方々19人がですね、国を相手取って提訴を起こしたんです。大きく報道されました。そのわずか8日後に復興庁が基本方針案になるものをいきなり出してきたんです。中身はスカスカです。ぜひ皆さん、この状況を知ってください。で、子ども被災者支援法、今時間がなくて話しませんが、避難の権利、居住の権利、帰還する人たちには帰還する人たちのための支援、原子力災害を生み出した国の責任でですね、全ての被災者のための支援を国が責任を持って行っていくという内容なんです。いいこと書いてあるんですよ。放射性物質が広く拡散していること、放射性物質の健康に与える影響がまだ分かっていないことが多いことに鑑みて、予防原則に基づいて、被爆の回避、健康被害の未然防止なんかをやらなくてはいけないということがしっかり書いてあるんですね。それなのにそれが実施されていません。マスメディアは今日の基本方針案閣議決定どう報じたのか、もう本当に復興庁がもう周到にですね、マスメディアを騙して、今の骨抜きの基本方針案報道すると思います。私たちはそれに対抗して今日はあの福島の皆さんとここで抗議の声を上げていました。これただ法律があるとはというのはすごく強いことなんです。ぜひ皆さん、再稼働の問題とともに福島の被災者、そして関東にまで広がった放射性物質のその対策ですね、みんなでやっていきましょう。被災者を今見捨ててしまっては、日本は本当にダメな国になります。ぜひ私たちここに集った市民がですね、今日これからも被災者の人たちと共にですね、国に福島の支援
被害者の支援、被爆提言、子どもたちを守るためのあらゆることをさせていくようにしましょう。頑張りましょう。どうもありがとうございました。